さて、スーパーカラービジョンでもご紹介しておりますが、本日の試合は松山でお送りしていきます。こちらにはですね、松山マドンナ大使2024の雪本大井さん、そして佐伯南さんにお越しいただきました。どうぞ。皆さんこんにちは。2024年の松山マドンナ大使の雪本大井と佐伯南です。本日は松山デイということで、松山を皆さんに知っていただくために神宮球場にやってきました。愛媛、松山といえば道後温泉に松山城、そして野球の聖地にも認定された坊ちゃんスタジアムです。坊ちゃんスタジアムでは毎年東京ヤクルトスワローズの公式戦が開催されています。5月15日には村上宗隆選手が史上最年少で200号本塁打を松山の地で達成しました。また本日は愛媛みきゃんずキッチンも球場正面に出店しています。大人気の蛇口からみかんジュースやじゃこかつなど愛媛ならではの特産品を販売しています。目印はみきゃんのイラストのキッチンカーです。その愛媛県松山市からご来場の皆様へお知らせです。松山銘菓のごっちゃん団子とタルトを先着1000名のお客様にお配りしました。皆さんお取りいただけましたか？さらに本日お越しのスワローズクルー会員を対象に素敵なプレゼントが当たるスワクルチャレンジの商品として白浜アランさんサイン入りグッズを5名様、道後温泉本館改築130周年記念バスタオルと入浴剤セットを10名様、また瀬戸内銀鱗煮干しセットや紅マドンナゼリーなど松山農林水産ブランドを10名様にプレゼントします。5回裏終了までに来場端末よりご応募ください。スワローズクルー会員の皆様のご応募をお待ちしております。はい、雪本さん、そして佐伯さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、松山で一緒に盛り上げていきましょう。続いてはこちらのコーナーです。スワローズインフォメーション。はい、スワローズインフォメーションはいつも通りファッションのブルーナーです。お願いします。